危機開会クロマントの謎10万本突破記念スペシャル番組配信のコーナー。はい、このコーナーでは夏目あたりよりプレイステーション4、ニンテンドースイッチで好評発売中のアクションシューティング危機開会クロマントの謎を紹介していきます。一緒に紹介してくださるのは大塩さんとライターのシュウさんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。ちょっとギリギリですねはい、よろしくお願いします。ということで、今日紹介する危機開会ですが、以前電撃ゲームライブでもご紹介させていただいた。そうなんですね、3月に、一度ゲームライブで取り上げさせていただいて、その後4月に発売されたんですけれども、はい、まあなんか、とても好調で、なんと10万本すごいということです。おめでとうございます。なのでさらなるね、この10万本以上を目指すために、なんかここでもう一度ね、皆さんにしていただこうという感じのコーナーでございます。前回5分くらいだったんですかね。そう、短かったですね。かなり短かったですね。クリアして終わったかなぐらいですね。なんで今日はがっつりと、そう、今日はかなりがっつりプレイできるかと思います、と思います。ではしゅんさん、本作がどのようなゲームなのか教えてください。はい、ではまずこちらの映像をご覧ください。元祖巫女さんシューティングって自称してるらしいですよ元祖ですね。最新作、もともとは対等なアーケードゲームが、スーファミで出たやつですね。謎のクロマント、その続編となるのが今回のクロマントの謎ですね。これ、意外に検索するときちょっと困ったんですけど、どっちだっけな、謎のクロマント、クロマントの謎、どっちだっけな。そう、両方あるんだよね。両タイトルあるんで、あれ俺合ってるよな、このタイトルちょっとなりましたから、やってるもともとの謎のクロマントの方ですね。スーファミ版の方の開発に携わったスタッフが制作しているということで、まあ、昔懐かしい要素とかいろいろ引き継いだままの新作となっております。はい、こんな感じですね。じゃあまず次のスライドもお願いします。まあ、ということで全員プレイアブルキャラクターということで、さやちゃんとまぬけ以外にもかなり増えました。イカズチ、雨の渦目、ホタルゴゼンと、それぞれいろんなキャラクターというか、まあ、いろんな性能、いろんなショットの仕方とか結構個性がね、あって面白いんですよ。個人的にはホタルゴゼンが推しなんですけど。あ、そうなんですね。ああいうの大好きなんですよね、侍の。あ、なるほど。ただすごい難しいんですよ、キャラクター的にはすごい難しいんですよね。そうなんですね、はい、初心者的にはイカズチがおすすめです。あ、意外にも、かわいい。なんでさよちゃんっぽい格好してるのかっていうのも、まあやってみて、ちょっと判断見てもらおうかなと思います、では次のキャラクターもあるということでお願いします。そう、まあ、途中も出てきましたね、ストーリーの謎を鍵を握る謎の少女アンナちゃん。さっきのキャラクターとはもう時代も世界観も全然違う。確かに幅広い感じになってます。だから違う、なんかなんとか王朝とかなんとか文明みたいな人がなんかピラミッド的な何かを感じさせる。ピラミッド的な何かしみたいな謎のパワーを感じますけどね、まあ、彼女がちょっとストーリーでちょこちょこ出てくるというか関わってくるという謎のキャラクターですね。はい、こんな感じのキャラクターもいるということで、じゃあ次もお願いします。
で遊び応え大幅パワーアップ、まあ、PV というのもありましたけどエクストライージーモード搭載ということでシューティング初心者このゲーム結構難しいんですよ。やりましたけど僕も、うんうん、かなり歯応えあるんで、まあ、やってればいつか解放されるエクストライージーモードっていうのもありかなり気軽に遊べます、うん、そしてフリーモードこちらも後々解放されるんですがこちらは2人協力プレイが可能、はい、それまだ1人だけなんでね、うんうん、はい、まあ、最初からいろんなキャラクターが使えるっていうのが自由に選べるんですね、はい、ストーリーモードはもう固定なんでステージで設定なので、はい、でスイッチではおすそ分けプレイにも対応しているということですね、はい、こんな感じのゲームとなっております。そして次ファンカタログスペックプレイステーション4でももちろん発売しております。 Nintendo Switch もそして発売中です。4月21日、うん、アクションシューティングいいのかな、ここミコさんシューティングって入れてなくていいのじゃん3800円、1人プレイに1人から2人から2人となっております。はい、はい、こんな感じのゲームです。でさらにですよ、まだあるんですよ。あ、何ですか。なんと今日これ僕らがやるっていう10万本突破記念かもしれないんですけど、はい、なんと開発チームからプレイ映像が届いているという。だからすげえ スーパープレイとか、うん、なんかテクニック集というわけではなくてこんな感じのプレイをするといいよっていうアドバイス動画。あ、なるほど、ね、なるほど。多分今回初めてやる、あ、ま、前回やったか、ま、ちょっとやる長島さんに向けてのこれを見て参考にしていただこうっていうことらしいです。お手本っていう感じですよ ね。そう、スーパーではお手本プレイ。おまずこれを見れば基本が分かるという感じですね。ということですね。分かりました、勉強します、はい、じゃあ早速見られますかね。じゃあやってみますか、はい、じゃあ見ていきましょう。見てみましょうか。お願いします、はい、まずステージ1からステージ1、はい、ストーリーモードのやつかな、この感じは、うんうんうん、あ、ストーリーモードからですね、さよちゃんから。かわいい。どんな感じなのかな。どん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 、あ、もう無駄ないショットが、あ、すごいサクサクいきますね。ほぼ動いてないの分かりますかね全然動いてない。 ある程度やっぱこう打ちにくいやつは無視していくスタイルなんですね。あ、なるほど、 なるほど、無理をしない。いきなり飛んだんですけどその道中は道中はなんか見せてくれないんで。でもこれはバリアをまとってるんですよ、お守りで。そうですね、あれを維持してるってことはここまで被弾してないってことですかね。あ、そういうこと。そういうことなんですよ。あれ無駄ないですね、ちゃんと斜めショット使ってますね、これね、ちゃんと前向いて、うん、すげー。なんかあのすごい細かく急げ避けてるわけじゃないよね。そうなんですよ ね、確かに。ちゃんと打たないところは打たないっていうしっかりしてますね、うん、ちゃんと弾の使い方というか。あ、ここでわわわわわ、もうフィーバーモードみたいなやつで、あ、一気に。こいつらね、耐久が高いんでね。あ、すごい。ちゃんとここの隠しも取っていくんですね。隠しがあるんだ。そうなんですよ、見えないところはお払いでああいうのが出るんですよね。今のボムですね、ボムが増えました。あ、はい、すごいな、無駄ないショット。あ、緑のボまたフィーバーしてる、うん、これボス、さよちゃんのこの緑ショットはボスに結構有効なんですよね。あの、あ、当たると当てお払いが札がたくさん出るんですよ。あ、確かに、そうそうそう、めっちゃ強い。ああ、ちゃんと跳ね返して、跳ね返して。でもまだやっぱ食らってないんだあれ、そういうことよく見たら無駄ないな。すごい、あ、今のなんか当たりそうになってる気がするけど、ね、なんか綺麗に避けましたね、うん、あ、避ける方向も綺麗に曲がってますね。斜めなんだな、前じゃないんだ、うん、斜めショットなんですね。あ、確かに、さっきの映像ずっと見てるとあんまりまっすぐに打ってないよね。そうですね、意外と斜めから何打ってたりとかするケースが多い、ね、やっぱ敵の射線とかそういう返し玉とかそういうのをいろいろ意識してるのかな。この斜め配置なんですね、きっと。本当だ、面白いな。ここもだから正面立ってるとあれが来るから分かってるから斜め位置なんですね。あ、なるほどね、なるほど、斜めにはここで避けて、で端っこに寄せて自分は端っこに行ってまた斜め打つんですね。で、あの突進もここに言うと避ける必要すらないみたいな。はやこれを参考にこれは分かってないとできないんですよ、これは。すごいな、これが私もできそうこれが実はまだまだあるらしいんですよ。ほい、一面だけじゃない。あ、一面だけじゃないんですか。結構ね、余すとこなく見せてくれる。あ、これ結構道中ですね、もう。あ、いえいえ、すごいすごい。今度は間抜けですね。間抜けのこの緑ショットは、この紙飛行機飛ばしてるんですけど、はい、これに反射するんでしょうね。待ってください、めちゃくちゃ反射してる。うん、割と適当に打ってもいいみたいな。で、赤になると、今度は焼きぼっくりみたいな。焼きぼっくりみたいな。あ、ここの隠しも。そこをいけるんだ。教えてくれる。ここ気づかないね。マウス教えてくれるんですよね、ここね。すごい。赤はね、火力高い栗を投げるんですよ、うん、あの焼き栗を。あ、すごい、美味しそう。あ、やっぱこの猿は狙いづらいんだね。あ、確かに。で、ここはね、タケノコが邪魔なんですよ。
あ、本当だ、ね、ヒットするとね、四段が広がるんですよね。うん、そうそうそう、あ、初めて拾った初ギ段、初ギ段、わすげえ。カラス天狗、ね、カラス天狗とか天狗も厄介なんですけど、あ、ボムで一掃するんだ。あ、なるほど、なるほどな。あ、なんか出てきた、参考になるわ。俺はいちいち打ってたわ、あれ一人ずつ倒してたわ。シュウさんが参考になっちゃった。この後使おう、あれ。あれやっぱここでもやっぱ斜め位置なんですね。確かに。で、この、あの多分この栗が広がる、この利用してタケノコを排除していくみたいなスタイルなのかな。あ、なるほどな。はい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 。ああ、綺麗に。あ、早い早い。へえ、へえとか言っちゃった俺も。壁反射助かるよね。俺もあれ、間抜けの緑は結構俺も使ったからな。へえ、すごい。で、まだあるらしいですよ。す、実はこの2本だけじゃないんです。あ、え、今のが1面と2面で、まだこの後 いのこれ5面と6面のボスと道中がある。そこまで見れるんですか。じゃあさらにさらに見られる、さらにあれだ、手強い敵が出てくるところどう切り抜けるか、逆に言うと僕らここまで行けっていう話なんですかね、これね。えそうですね、お手本見せるってことは見せてるから頑張って行ってねみたいなことなのかな。いけるよみたいな。わかんないですかね。じゃあもう一個の方もお願いします。はい、お願いします。見ていきましょう。悪魔の飛行船団、ごめん、行きましたね。すごい、めちゃくちゃ見せてくれる。なんかあの世界観がすごいことになってるんだけど。本当ですね、なんかそうですね。あらあら、いつの時代なのやら。これ何なんだよ、これどこの何なんだよ、これ本当に。三葉虫みたいなのが飛んでるけど、なんかすごい。あー、来た、蛍御前だ。蛍御前ね、射撃がないんですよ。うん、なるほど。正確にあるんですけどないんですよ。ただ一個だから、イコールリーチが短いってことなのかな。ね、やっぱりその代わり、あの跳ね返し弾がめちゃくちゃ広い、範囲が広いのと、広いのと、あ、なるほど、ね、これを貯めた時の特殊攻撃がこのぐる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 って、これがめちゃくちゃ強い。なるほどね。あれにも反射効果があるんで、タルゴゼンはね、超インファイターキャラなんですよ。インファイター、うん、一応弓矢とか飛ばせるんですよ。ただ連射はできないので簡単に。なるほど。いかにこのこれの枠に収めていくかですね。この射程内を捉えていくか、距離感が楽しいです。あ、今ちゃんと地味に今隠し あのお茶出してた今スコア、早すぎて今すごいな。このキャラね、楽しいんですよ。あ、でも楽しそうね。確かになんかめっちゃ楽しい。やっぱ普通のシューティングとは違う面白さがありますよね、うん、こういうキャラクターは。いや、これがいいんだよな。グレ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 って飛ばすのいいですね。いいですよね。で、あのシュ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 ってやってますけど、あれが普通のショットですかね。さゆちゃんでいうとずっと札飛ばしてる状態。押しっぱなしであれになるみたいな感じ。そう、あれですね。じゃあ連打すると弓矢っていう特殊皆さんがあるんですけど、うん、船すごいな。あ、どっちとも赤だ。赤取るんだ。赤取るとどうなんですか。赤取ると、あの赤と青とかって蛍御前はショット、そのショット後の弓矢の時の性能が変わるんですよ。拡散ショットか正面にたくさん打つ か, とかみたいな感じ、微妙なショットの違いがあるんですね。でもあんまり、やっぱ基本はあのなぎなたをぐるって回せるやつですね。なんか乗ってる乗ってる乗ってますね。狛犬乗って、あ、下がる。あ、無敵時間切れるから調整が入ってる、うん、細かいな。ういう無理にゴリ押しをしないってところはすごい慎重な人ですね、これ。すごいな。危ない。あ、この弓矢ですね。この弓矢が一応このショットの連打した時に出る。あ、なるほど。蛍御前の唯一の射撃攻撃ですね。緑はこういう釣り弾が外れるんですね。あ、ボス戦だ。すごいな、僕らやる前なのにもうボス戦見せてるんだよ。すごい。お遊びいっぱいあるんですね。シューティングゲーでインファイターキャラ、上級者向け、上級者向けですね。かなりやってる分には面白いんですけど、うん、これ強いのがやっぱあれ、回転してるのを出してる時に敵の攻撃も全部跳ね返せてるんで、この上から氷降ってくるのも全部これ跳ね返してます。本当だ。そう、相性いいんですよ、ここの。このボス2人は一体何なんだろう。気になりますね。わあ、氷が。すごい、なんか上も見て、横も見て、下も見て。そうですね。横見て、高く見て、見るとこいっぱい。でもまだ食らってないんですよね。だから。本当だ。お守りが残ってるってことは食らってないんですよ。確かに。体力満タン。そうなんですよ。綺麗に。ちゃんと来るのに合わせて、いや、カウンター取ってるな。すごい。すごいな。うまいな、当たり前だけどうまいな。で、さあ、急に出てきますね。これがもう一つのボス、これもボスですね。がここ間抜けの特殊技なんですけど、これ方向
自分の向いてる方向を固定して攻撃ができるっていう特殊効果、特殊能力を持ってまして、ね、こういうスクロール系の敵に強いんですよね、まぬけちゃんも。確かに。そう、今あの下の子だぬきがみんなあのみこし担いで頑張ってる。あ、本当だ、かわいい。そう、これ本来はあの敵の攻撃を避けながらなんで、後ろ向かなきゃいけないんで、ちょいちょい敵の方に前を向かなきゃいけなくなる。あ、今やってるみたいな感じで、ね、それがなくなるんで、ひたすら後ろ下がりながら撃てるっていう、なるほど、の相性のいいステージですね。すごいなこれ、ここっていうのを参考にしてやってるってことらしいですよね。無理だろ。なるほど。いや、頑張ればここまでできるっていうことだよね、うん、まあ、こういうのもね、参考にしていただけるってことらしいですよ。こういう戦い方もあるよっていう、いろんなキャラクターの性能が、ね、あるってことなんですよ。わかりました、うん、いけますね、じゃあ参考になりました、頑張ればいけるんじゃないですか。6面ぐらいはいけるんじゃないですか、じゃあ。いや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 、できる気がしてきたな、まあ、うん、まあ、動画にないから3面と4面は無理かな。1面と2面と5面と6面ならいけるか。ほんの一部だったんですけど、見た一部、道中全部無視なのに。道中わからないっていうのを今日やっていくんですよね。やるんですよね。早速やっていきますかね。やっていきましょう。さあ、私にできるのが、はい、一応だから前回は一面はボスは倒してるんですよね、はい、確かね、はい、やってましたね。頑張りました。いけるんじゃないですか。いってみます。いや、行きましょう。みんなほら応援してますよ。頑張ります。一気にやる余裕。これ何を思って、これノーマルでいいんですか。いや、ハードルでいいんですよ。え、おっとおっと、はい、妖怪たちが七福神をさらって大暴れしたことがありました。あ、昔の危機海外でこれ七福神集めるんでしたっけ、これ初代の方とかって確か。ああ、なるほど。だからそうするとグッドエンディング的なのが見られるんですかね。うん、あの、間抜けって読めないんですよね、うん、一瞬なんだって最初ね。大変なことがあったそうで。タイちゃん可愛いですね。可愛い、目キラキラ、うん、意外にタヌキムキムキだなってちょっと思ったやつだね、この時。なんか、ね、手もはっきり、意外にいい二の腕してんなって。そうそうそう、上腕二頭筋がいい感じだなちょっと。まあ、ざっくり言うとなんか妖怪たちが暴れてるよと、うん、昔和解したはずなのにっていうやつですね、はい、本当だ、そうでできちゃった。まずはこうあれか、神社に来たのを追い返すみたいな感じなの、ね、山の裏でぬくぬくと生活してるらしいですよ、みんなで共存してたって言えばいいかな。なのに特に悪いこともせず、さ、まずショットですね、 Y ボタンでショットですね。押しずっと押しっぱなしでした。大丈夫です、はい、で敵の弾とかが、敵が近づいてきたら B ボタンを押すとお払いができます、はい、シュッシュッつって、で敵の攻撃を跳ね返せたりしますね。ああ、いいですね。危ない。そうそうそう、これか。もう3段階だ。よし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 。いいですよ。そう、同じの取っていかないとパワーアップしていかないんで。ああ、やだです。あ、やだです。返して返して、私の子。おいよいよ。今すあれ、フィーバーモードよ。本当だ。うっとたくさん増える、たくさん増える。あ、もう一回を取って、もう一回を取って。取らなきゃ、取らなきゃ、取らなきゃ、取らなきゃ。いいですよ。イジ。フィーバー中は大丈夫。さよちゃんの青はショットが広いんでね、これおすすめですね。赤だともうちょっとあれかな、まあ、前方に行くような感じになる。そうですね。お守り、お守り取って、これもちょっとバリア的な役割を果たすので、うまく敵に合わせた。あ、ナイスナイス、お払いお払い、こいこい、よし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 、あ、出しちゃった。いいですよ、もう怖くない怖くない、こんだけショットができれば怖くない。そう、たまにね、ちゃんと敵がね、返しを打ってくるんですよね。これノーマルでちゃんと返しを打ってくるんですよね、こういう敵は。あ、ほら、来た来た来た、ね、よし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 、ちゃんと跳ね返して対処して、うん、うまいですよね、うまいじゃんって言われてますよ。しまった、本当ですか。狛犬、狛犬、ちょっと頑張って頑張って、よし、そう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 、狛犬ちゃんも敵ですから切れて、いいよ。そう、風は敵にヒットするとこう、四段が出るんですね、こういう。あ、本当、多段ヒットするんで、結構でかいやつのおすすめですね。弾が1個しかないので、でも出るのが連続ヒットさせやすいんですよ。危ない、危ない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 、棒も使いましょう、危なかったら。え、はーい、どうぞどうぞ、よしよし、体力が1だ。あ、困ってたら棒も。いや、まだ順調ですよ、これ順調ですか。そう、これパワー切らさないのってシューティングにおいて大事ですから、これショットをね、ショットが初期化すると一番きついんで、危なかったら、危なかったら使っちゃって、あー、
あ、分かった。あ、急いで取って。おだんご取って。よしよしよし。もうこれでも安全圏ですよ。斜め打ちですよ、斜め打ち。そうだ、斜め打ち。どう？斜め打ち。斜め打ち。怖い。難しい。これは、あれ十字旗を斜めに入れつつとかそうですね。あ、なるほど、そういうことか。ただこれやっぱ正面に結構立つこと多いんで、このだるま。これ正面でもいいかもしれないです。で、敵がちょっと来たら、ちょっと斜めに。動けて、いいですよ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 、いい感じ、いいよ、いいよ、こう、こういうの効いてますね、ちょうど緑がいい感じに、よしよしよし、よし素晴らしい、よし、あ、素晴らしい、素晴らしい、そう、ちゃんとね、敵もこの辺も青に青取ってもいいですよ、全然好きなので一回ね、パワーアップしちゃえば維持されるあ、めっちゃ来たー、いっぱいいる、いっぱいいる、やめてやめて、これどうする、どうする、使う、僕使う、どうする、あ、でももったいない、もったいない、もったいない精神もったいない精神です、いいですよ、でもまだ青、でも全然ショットは維持できてる、パワーは強いですよ、これよしよし、いけるのかな、ああみんなうまい、ナイスって言ってますよ、これやったやった、みんなもっと褒めて、ああフィーバータイムだ、フィーバータイムだ、フィーバー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 、フィー、あ、いよいよ、このニワトリは何でしたっけ、ニワトリさ、じゃあ触ってみましょう、はい、分かんなかったら触ってみましょう、これをね、こうやってパワーアップアイテムくれる人なんですよ、ルーレットでどれかな、あーか、炎だ、炎も強い、炎はね、火力高いんですよね、あ、でもいきなりマックス、うん、そうなんですよ、いきなりフィーバータイムからくれるんで、あ、出てきてほしい、早く、はい、あ、いや、豆にはやっぱ炎ですよあ、すごい、あ、なんかしら、なんかしら、なんかしら、あ、そうそうそう、 A ボタンでこうい、ね、いけますから、ただバリアが剥がれたってことはちょっと今当たってましたね、ギリギリ、あ、お前が危ない危ない、お前がそうそうそう、ダメ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 、いいよよしよしよし、いいよいいよよし、いや、あー、くる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 、わーめちゃめちゃ、まるくるまるくるまるくる、よしよしよし、いや、逃げてよーよしよし、とっさのスライディング良かったですね、今ね、いけ、はい、いいよ、で、合わせてよ、いいよ、いいよ、素晴らしい、よし、お、そろそろ変化、ちょっと斜め、斜めに、斜め、斜め、斜め、頑張って、狙ってこう、斜め、狙ってこう、そう、これ多分真正面に突進してくるから、あ、そうそうそう、斜め、斜め、斜め、当たる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 、いいよ、これ当たらない、当たらない、よし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 、もう動画の通りの、動画の通りの動きが、いやいやいや、ちょっと、ちょっと、ちょっと離れて、そろそろ左に移りますか、そうですね、あ、豆が飛んでくる、豆だ、跳ね返して、いいよ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 、この位置いいよ、この位置いいよ、いいよ、お、素晴らしい、参考になった、本当に参考になった、すごいすごい、私知ってるもんね、君の攻略イエーイ、すごいな、めちゃめちゃ参考になります、このままじゃあ2面行ってもらって、はい、行きましょうってことで、すげえ、このままいけるのか、ああいう動画ってやっぱ大事なんだな、大事ですねめちゃめちゃ参考になりました、オラは一体何、あれ操られてたの、いや、みんな上手かったって言ってますね、パーフェクトパーフェクト実質神とか書かれてめちゃめちゃも持ち上げてくれるみんないいな、攻略動画のような安心感、すげえなんか謎のが来たと、出てきた、謎が来ましたね、まあ、こいつのせいでみんながやべえ感じになっちまったと、謎の黒マント、おうおう、息がついたらここで倒れてたと、どんなやつですか、わかんねわかんねわかんね、なんだろうね、こういう時のなんか訛りってどうしてもなんか青森方面になるよ、確かに津軽なまりっぽい感じ、誰かに言われたような気がする、言われちゃった、クロマントという言葉が、しばらく山の方には行かないでね、うん、行かないで、危ねえから、でも行っちゃうんだな、あ、これ行ってるのか、2面は間抜けになる、そっか、そうですね、プレーになる、間抜けになります、あ、そうなんですね、津軽なまりわかるやっぱそうなるよね、なんかね一人で様子見に行っちゃうんですね、そうなんですよ、はい、
すごい励ましのスタッフからの励ましが、はい、未体験ゾーン頑張ってください。いやまあ基本は同じなんですけど、ちょっとショットの特性が違うぐらいですかね。はい、あこの取れ取れ取れこの取れこの取って、あそう指輪ダム。これはなんかおすすめの武器ありますか？まあね、さっき見た理由なら緑ですね。マヌケちゃんはあの紙飛行機飛ばすやつなんで、あの壁にどんどん跳ね返る。はい、狭いとことかだとね結構優秀です、ね。ただやっぱね壁跳ね返るんでね、思ったとこそうこういうとこ強いですね。あなるほどね、こういう狭い通路みたいなところは結構強いですね。密集するんでかなり。緑のお願いショットみたいなのが結構当たったりしてくれますけど、多少まあ不安定は不安定なんですけど、こういう道中は強いですね、やっぱりね。反射はやっぱいいですよ。あやばい、来てる来てる、来てるナイス。そうお尻、丸めちゃんは尻尾なんですよね。跳ね返しが、お尻じゃない、ちょっと弱くなった。あーあーあそこは、そっか、どうぞ。いや青も取りましょう。じゃあ青取っちゃう。青は葉っぱね、そう多少ホーミングする。こっちなの、葉っぱなんですよね、木の葉。ほほのは？あ、ホーミングしないの。そうそう。こうスリーウェイから真ん中になる。ほのは攻撃。ほのはあのおはらおはっておはら払って払って。あ、なるほど。ああ。そうそうそう。アニディア払って。人玉かな？おっと。おはらい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 で。なかなかむずい。あ、そうそうそう。しゃ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 。来た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 。いやいや、どんどん参考出てくる。そうそうそう。痛い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 。まだまだ体力ある。一応ねボスをクリアするとライフ1個増えますからね、1個分。ちょっと全クリ、全クリじゃない、全回復しますから。あ、よっしゃ、いいよ。さらに葉っぱが増える。葉っぱ増えた。増えた。上からも来る。あ、でもこんだけ広いと。そうそう。やっぱこういう広いのがいいですね。あー、来たー。なんかいた、なんかいた。横からも来る。いや、でも順調じゃないですか。いい感じですか。うん、素晴らしいですよ。これ初めてのプレイですよ、だってこれ。はい。ねえ。あ、これ右右右右右右右にあります。ほらほら、ちゃんと見えてた。あ、これはボムが増えます、これ。ああ、ありがたい。いいですよ、これ。あ、出た、猿。ああ、出た。さっきいた。猿。ああ。一気に落ちてきてほしいな。あ、まだいる。これ行かないとどんどん増えますからね。で、右下のところに、ね、ワンちゃんがいたからワンちゃん助けます。その右下、下下下下。これです。入れないかな。あー、入れなくなっちゃった。ワンちゃんごめん。で、その辺にね、危ないのがいるから気をつけてください。あーらー、お、なんか出てきそうで出てこない。あ、ほらほら、よしよしよし、66尾が、痛い。そうそうそう、物飛ばしてくるんですよね、伸びた時。痛い。なかなか攻撃タイミングがつかめない、やらしい。掴めない。よし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 、なんでいていて、あーいて動いてるタイミングがね、そう跳ね返し弾とのこの切り替えって難しいですね、なかなかね。あー同時、あーまだまだまだ2機ある。うん、あー天狗出てきた、天狗出てきた。天狗はね、攻撃するタイミングはねちょっと決まってるんですよ。下に降りてきてる時じゃないと当たんないんですよ。あ、なるほど、一番高く飛んでるとこが当たんないんだ。ちょっとね、あの微妙に高度が上行ったり下行ったりしてるんで、うん、下に来てる時に打たない。でっかい入道はどうやって倒す？あ、これ手出した時にか。そうそうそう、手出してきてる時に。お、倒せた。来て来て、来て来てじゃない、切ってじゃないな。払って払って。払う払う。そう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 。払う払う。払って払って。払う。おおおおおお。尻尾だと熱そうで。絶対燃えるよな。あれなあ。ここで天狗3匹。これが跳ね返します、これ跳ね返します。これね、天狗はね、目的には正面上ですね。そう、上で待ってればいいです、これ撃つのを。あ、上に来たやつを狙うっていう感じ。そう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 、そういう感じで。うわ、でもですけど、なかなか、なかなか大変だ。なかなか大変よ。あとはもうそのタイミングでも弾が弱いでも、これも持久戦になるからしょうがない。そう、これ跳ね返してれば結構いいダメージになるんですよ、跳ね返し弾が当たれば。本当だ。そう、これがポイントですね。あ、いっぱい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 、多いな、一つ目こそ多いな。ヘビ気になるな。ヘビは何もない。ヘビなめありますね、これこっちからは取れないんで。体力が危ないから今バリアが、そのまま右行ってずっと、右下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 、そう、右行って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 、で下行って、で払って、お払い、よしよしよし。で、何が来る、何が来るかな。あ、全開だ、緑全開、緑紙飛行機がたくさん出る。おー、いけ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 、敵がここ出てくる時、敵
でもなんか自分の方がすごい多すぎてちょっと何が自分で自分の手も当たりそう色が一緒ですからねドキドキしちゃう。ああそう、あ、当たったのか分からなかった。6組の炎が出てましたね。で死ぬとね最初からなっちゃうからね、これ難しいですよね。そうでこれルートが両方どっちかから、あ、なんかでもあー、じゃあいつが出ますね。あ、出て出て、危ない危ない危ない。そうこれね、タケノコが急に出てくるんですよね。ここ危ない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 。このタケノコに何回やられたか。調子乗って遊んでるとね、このタケノコ忘れるんですよ。ああ見えてないから。そう急に出てくるんで。あ、出てきた。ムード来たよ。あ、まあ、あ、これはどうしたらいいの。やばいやばいやばい。これはもう避けるしかないですね。これは避けるしかない。で炎を追尾してこないので、はい、追尾してこないということは一回炎を吐かせてモゾカさんで逃げとかないと。そうそうそう。でその隙に攻撃と。そうですね。もうこれでいいじゃん。あめめめめめ。熱い。熱い。あら、当たりに来た。疲れた。やられました。やられちゃいましたね。やられちゃいました。じゃあ今日の挑戦はここまでということで。えぇ、ー、いや、ならないね。ならない、ね、もうちょっと遊びたい。はい、さっきも説明しましたけど、はい、2人ポンモードができるっていうことなので。あ、1人モードではなくて、はい、フリーモードでちょっと遊びましょうか、うん、おねえ、よいしょ、いけるかな、これ。もう動かせるのかな。あ、動かせる。あ、はい、いけますけど、コントローラーが逆だ。あ、はい、すいません、ありがとうございます。よいしょ、これもみんな映像来てますかね。あ、来てる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 。これ私初めての子なんですけど。そうなんですよ、これちょっとややこしいんですけど、今回さやちゃんは僕がシューがやります。はい。で、中島さんが雨のうずめっていうキャラクターなんですけど。はい、まあ、もうショットしてみてください。そう、横から出るんですよ。あ、へー。あ、で普通のさやちゃんの初期状態で比べるとちょっと球の数が多いのと、あとね、こうスライディングがね無敵なんですよ、雨の渦めは。そう、完全無敵なんで、ちょっと避けやすい。嬉しい。で、あと、ストーリーモードでも途中で解禁されるんですけど、ボタン連打するとこういう特殊な技が出せるんですけど、あ、雨の渦めは一気に3個出せる。あ、これなんかめっちゃすごい。これショットすると自動で敵の方に動いていってくれる。あ、そう、これをうまく設置したりとかして攻撃すれば、いわゆる固定のオプションみたいな感じなんだね。そうです、ダメなので一気に3個って出てくるので。あー、すごーい。自動で攻撃してくれるんで。あー、もうどんどん進む感じ。で、こうやってバリアみたいのもつけられます。これすごい。あ、これは味方をバリアで守れるのかな、こうやって、ね、一緒に入ってれば。これね、このボタン長押ししてみてくれる。 B いい長押しですね。まあ、こんな感じで、ほら、ほんとだ。いや、だいぶ分かりますね、差が。あの、楽なの。ほんとですね、2人だと違いますよ。もっと進みやすい。ここ出てくるから、おらら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 、おらららららら。これね、こうやってやればいいんだ。なるほど。こうやってやると上の方に自分は敵の攻撃当たらないし。雨の渦めの、そう、弾数が多いんですよね、すごい。おー、すげー多くなった。すげー。弾幕が強い。だって弾も大きいし。そいつはやっぱ払うしかないのかな。そうですね。熱い。もしくはこれ、さよちゃんのこれで終わった。あれあ、熱い熱い。これお払い効果もあるんだね、これには。へー。あらららら、あらら、これは使いましょう。おりゃ、わー、よいしょ、よいしょ、怖いな、ね、もう。あれ、いいよ、おじめさん。いや、いい。おじめさん、いいよ。あらららら。あらららら。あらら。だからもう。大変、大変。大変だ。これ、ね、いろんな2人プレイで、ね、確かに楽なんですけど、自分がどっちか一瞬分からなくなるんですよね。確かに。あ、言ってください。後ろから来るんで。いいんですか？いいんですよ。あ、すいません。わあ、ララ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 ラ、お、猿が来ますね、猿が。いいよ、そうそう、これ置いておきましょう、置いておきましょう。よし、もうこれ打っときゃもう勝手に反射して打っときゃ。ニームとワンコンとこ行くのかな、なんか。あ、ここか。ここです、ここで、ワンちゃんが、ワンちゃん、こうやってワンちゃんがこうまたパワーアップアイテムをくれるんですよ。何くれる？
行くぞー、行くぞー、行くぞー、うらら、さっき倒せなかったから、あ、お守り取ったってことですね。お守り取ります。おお、サルがどんどん来る。倒した、あ、倒した、よし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 、おいおいつも天狗もほら跳ね返して、よし、くそよしよし、跳ね返した、よっしゃ、あらららら、いけ、よし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 、こいつ払わないとダメですね、こいつは、よしよしよし、2人で払えばもうすぐですよ、よいしょよいしょ、手出して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 、早く手出して、早く、いいよいいよ、洗って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 、よいしょ、洗って、よしよしよし、洗って洗ってあ、すごいでかい、あ、ここさっきの、あ、そうだね、さっきのカラセングのところだ、跳ね返せば、あ、まあ時間切れですね、あ、時間切れ多分これあの途中で置いといてたんで、このセーブデータが取ってあげないんで、あ、なるほど、はい、そういうことか、時間切れみたいなのもありましたね、そっか、時間切れもあるのね、今なんかずっと音鳴ってんのなんだろうと思ってはいで、はいで、はいで、そう、この度に残しておいたんですけど時間切れがありましたね、基本時間切れってほぼない、なんないと思うんで、この時間なんで、なるほど、900秒ありました、確かに、じゃあ私赤取ります、じゃあ僕青で取りますね、はい、ちょっとあの撮影用にここで残しといたんで結構時間が食ってましたよ、はい、青だ青だ、俺の青だ、あ、青取ってください、いいじゃん、これ縦と横から、あ、そのあの女の子にお払いしてみてください、あ、そうそうそう、あ、あ、あの子もなんかアイテムくれたのね、何かな、赤、いけ、赤だー、ファイヤー、いけてるるるるるるる、いいよいいよ、いいよいいよ、じゃあ行きましょう、ああ、めちゃめちゃ近くに行っちゃった気にせず前に行っちゃった、あ、これはね、あ、いいですよ、いや、素晴らしい、よしよしよし、いいですね、二人はやっぱ楽しいな、うん、俺もずっと一人でやってたからな、あ、楽しいですね、一人は違うな、二人はやっぱなんかなんとかなりそうな気がする、確かによいしょ、おーおーし、ゴム使うのいいですね、なんか派手で、ほら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 、主人公を舐めるんじゃないよ、2人プレイだと弾幕が熱い、そう、弾幕熱いですよね、ほら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 、 あれも取りましょう、あれも取りましょう、よしよしよし、いただきました、いただきました、はい、いけ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 、お猿さんは、いけいけいけ、下取っていきましょう、はい、はい、俺かな、取ったの、そうですね、俺俺は緑だ、緑だ、いけー、ほら顔出しなさい、顔出しなさい、ほら出てこい出てこいそこに今分かってんだぞほら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 ばっかり言っちゃったよっしゃよっしゃ、おりゃ天狗強いな、やっぱよいしょよっしょ、まだ生きてる、あ、でもしぶといな、まだしぶとい、いや、2人くれたから体力、うまく跳ね返せないと強いですね、やったかな、どこだ、やったかな、あ、いなくなった、よしよし、いいよ、よいしょ、ついつい、お払いが、よいしょよいしょよいしょ、二人で大目さ振りまくってる、さて例のカラセング道路か、ここはさっきね、もうよいしょよいしょよいしょ、跳ね返していきましょう、あと一体、おお、いいよ、よし、たくさん来る、たくさん来る、いらっしゃいませ、よし
入れる。入って。ああ、そっか、俺緑か。あ、よしよしよし。あ、私なんだろう、赤だ。あ、青になった。青だ。よいしょ。よいしょ。よしよし。あ、でっかいのは。よし。じゃあ、ヘビ取りましょう、ヘビ。ヘビ、はい。岡島さん、この右行って下ですね。右行って下。うん、右行って。そうそうそう。取ってください、取ってください。はい。どうだ。何だろう。何出る？何出る？何だ？何かな？緑かな？緑だ。緑だー。ピーカータイムだ。タケノコだー。タケノコね。いや、この圧倒的弾幕。確かに弾が多すぎて敵の弾見えないですね。どうすかな、どうすかな、あ、じゃあじゃあ、どっち行きます、もう2人いるからこっち行きます、行ってみますか、行ってみます、よし、2人なら誰行きますよ、こっちの方が狭いけど宝箱がある、宝箱、いやー圧倒的じゃないか我が軍はって言われてますね、よし、おいたー、なんか出ると思ったそこ、水山が、よし、よいしょ、おい、手出して、手出して、よし、よし、じゃあ取ってください、ありがとうございます、あ、スターだー、スターあんのかい、くそーこういうのもあるんですよね、あ、油断するとタケノコ、そう、油断するとタケノコが、あ、もう箱は取っちゃう、あ、炎が怖い、やばい、あ、そうだ、忘れた、そうだ、おりゃ、あ、俺に来ないすごい、わ、私ばっかり斜め打ち、よしよし、あ、これ3個出るんで取ってください、どれ好きなの、あとね、じゃあこっちだ、こっちの裏ですよ、うん、さっき、あ、出た、あ、出た、ワンアップで、いや、だからこれ俺じゃない、俺が取るんじゃないよ、ああ、あ、いいんですか、お払い、お払いすると取れます、お払い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 、あ、そこか、お払い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 、あ、出ました、あ、よかった、これで2、これで2機ですね、ほら、あ、モンキーが、またモンキーが、で、モンキー出て、ここがまた、どこだ、あ、竹の子まみれだ、竹の子狩りしないと、美味しくいただきます、美味しい、美味しい、めっちゃ美味しい、あ、でもいっぱい出てきた、あと緑俺だ、あ、ごめんなさい、取っちゃった、いや、いいですよ、いいですよ、いや、もうどんどんパープ、じゃあ、あ、足元出るんだ、ここ、さっきのせば、まぬけちゃんも食らってましたね、あ、ここは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 、えい、あこれやんないと、これやんないと、斜めちょ、斜めちょ、斜めちょ、斜め3倍ですよ、僕ら、よし、いけるこれいけるんじゃないですか、斜め、少々手荒な真似を、僕らので、うわー、危ない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 、斜めに来る、出るよ、あ、ちょっと動いてる、ちょっと動いてるよ、狭い、あ、どうした、どうした、早い、早い、斜め打ち強い、あ、取ってください、取って、赤取ります、赤取ります、あ、またまたタングちゃんだ、止まります、はい、青よろりと、よし、青通ります、ほいほい、当たんない、こっちにもなんかつづらがあるんで取りましょうか、ほい、よし、よし、ああ、お払い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 、うん、パワーアップしましょう、赤か、お払い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 、赤取ってください、赤取って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 、あ、じゃあ、お払い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 、よしよしよし、あ、あ、また、また、あ、いでいで、もうこれ見えないところにやっぱ来ますね、どんどん、来ますね、来ますね、じゃあこっちにね、あるんでしょ、いけるかな、あったあった、この下に振って振って、あ、スカだ、何もないとこある、なんということ、あ、出た、あ、出た、乗れない、危ない危ない、あ、それ、あ、そう、うずめさんは飛んでるんです、このために選んどいたんですよ、そう、そういうキャラクターなんです、じゃあさよちゃんはいけないの、さよちゃん無理です、あれできないです、これ雨のうずめだけの能力ですね、飛んでるんですよ、本来ここはこうイカダ乗っていかなきゃいけないんですけど、うずめさん関係なくいけます、あ、なんとなんと、はい、あ、どいいですよ、あ、取った取った取った、あ、いいんですか、取った、いや、もうここだってほら、と、と、飛べますから、確かに、かほんとだ、関係なのに行けますから、カッパだカッパだカッパ、カッパ
パパ急に投げてくる、しかも急に投げてくる、いいのかいいのか、それ投げて大丈夫、そのキュウリ晩ご飯にしなくていい。あ、乗ってきちゃった。乗ってくんじゃないよ、乗ってくんじゃない。いや、うずみさん、大丈夫、行っていいですよ、うずみさん、もう好きに動いてください。うえぇー、カッパすごい、カッパ集団。あれ取りに行って、あれ取りに行って、取りに行って、取りに行って、ヨーヨー。そう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 、こういうのも大切るんで、よしよしよし。あれ本来はいけないんですよ、さよちゃんの前。そうか、あーなるほどね、ジャンプっていうのもないですよね。ここのタイミングじゃないと乗り移れないんで。この、なんかこれは何ですか。あ、やばいやばい、よいしょ、はい、爆弾。あの、これでっかい、でっかいカッパ倒して、でっかいカッパ倒して、あーあなんかすごい、あ、すごいすごい、なんか出しちゃえ、出しちゃえ、あーあーいっぱいいっぱい、弾が一番弱くなっちまった。あーあの、でっかいカッパ倒して、でっかいカッパ倒して、あ、いっちゃった。あ、あ、そ、あ、あ、あれってダメなんだ。いや、多分ここの端っこに挟まれちゃダメだと思うんですね、うん、下から抜ければ多分大丈夫。ボス？ボス？ボスですね、ここの。ボス？いいよ、取って取って。あ、でも、ま、体力だ、満タンだ、満タンだ、もう消えちゃうんだな。あ、でっけえクラーケンが、ヘルクラーケン何これ、タコだかカニだかあの、ここは見てないんですけど頑張れ、ちょっとまず足を潰しましょう。足を潰して、足を潰して、あ、これはね、避けなきゃダメです。これ軸を避ける、危ない危ない、軸を避ける、よしよし、甘い、あ、なんだこれ、みたいな感じで、まあ、あの最後水を降ってくるんで、よしよし、ちょっとパワーアップ、ちょっとパワーアップ、よいしょ、あ、いた、危ない、あ、いたいたいた、水降ってくる、くんじゃないよ。あー私は出れるんだ。そう、出れるからそう、さよちゃんはね、ここスライディングすると落ちちゃうんですよ。だから避けられないんですよ、普通に。ちゃんと軸ずらさない。落ちると普通にダメージから落ちるとダメージピークちゃいますね。そう、だから難しいんです。あばばばばば、くらった。そう、だからうずめさんはこれ気にせずもう避けちゃってください。いやー、それ展開していただけるの超助かる。敵狙わなくていいですからね。どっち？あー、俺じゃない。あ、いいよ。よし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 。問題なく、問題なく避けられますよ。どっち？上だ。上だ。次どうだ。右下だ。よー。あー、タコ足だから。タコ足。上だ。ここだ。ここか。わ、私だ。うわー。あ、痛い、痛い、危ない、危ないよ、危ないよ、やばい、やばい、中島さん、ライフがあと一つ、あべ、潰されちゃった、俺死んじまった、やべ、いやー、私がやられてしまいました。どうなんだこれ。でももうちょいでいけそうな気がするんだけどね。いけそうですよね、多分ね。よしよし、しかしパワーアップしてない状態、弾が弱い、弾が弱い、弾が弱いよ初期だから、初期だから、避けて避けて、宝箱とか降ってこねえから、降ってこないですね、もう降ってこないかな、7-1、ソロになっちまった、ソロプレイになってしまった、ソロプレイ。ソロも同じ内容ですもんね。おっと、持久戦だこれこれ本体をやっつければいいってことだ。そうですね、本体でも結構ダメージ与えてるのはぁー、危ない、そんなギリギリを、ギリギリまでいかないと、ぶち壊してる余裕がないなこれ。よいしょー、あー最後はボールを使って、お漁師もう近づくしかなかった。3面ちょっと見ましょうか。これはどうなんだろう、私どうなっちゃう、俺だけなのかな、確かに、もう一人でやったことしかないんで、いにしえの地、いや、よかった、ありがとうございます。いや、綺麗なボムが入りましたね。ここで復活はできない。あー、なるほど、なるほど、そんなに甘くはなかった。お一人で頑張ってください。インサートコインとかないのこれチャリンチャリンって入れれないの
こののどかな田園風景に埴輪がなんか埴輪がなんか耕してるよ、埴輪があれいいですよね、あれすごい。なんか髪の毛生えた、うん、なんかお化けに髪の毛生えた。みんななんかネタのくねくね、くねくね怖いな、くねくねが言うんですよね。どこだっけ、なんかこの辺にね、一個一個隠しがあったような気がしたんだけどね、どこだか見てない。こいつはね、ショットが当たらないのでお祓いするしかないんですよ、ね、当たらないんですね。ということで、そろそろお時間だそうです、はい、あーすごい、3面まで見れた止まんない止まんない、俺 2P だから止まらないあ、そっか、私が押さなきゃいけない危ねえ、もう怖い怖い怖い、はい、ということで3面まで見ることができました。はい、よかったですね。ちょうど間の見れなかったところが雰囲気見えましたね。確かに、はい、確かにそうですね。よかったよかった、はい、いや 3C か、ね、うん、3面見れたのよかったんじゃないですか、ね、はい、ということで、いや面白いわこれ、2人でやるとこんな面白いのか、汗かくわ、楽しかったです、なんか知らないけどすごい疲れてますいい疲れが出てきましたね。はい、さん、残念ながらそろそろコーナー終了のお時間ということで、はい、少しだけ告知をさせてください、はい、でなんか公式サイトでついにハテナだった部分がオープンだったそうなんですけど、はい、中身は何かっていうと、スーファミ時代から使ってたドットの一覧とかが公開されてるらしいですね。あのデータが落とせるとこではなくて、こういう感じのを作ってますよっていう一覧が見られるそうです。なるほど、すごい、うこういう過程を経てできてるんですよっていう。そうです、これね面白いですよこれ。ちょっとね、うん、真ん中の16ビットテイストの秘密というところの下のところが、要はマップとキャラクターとあの背景 の影とかとかレイヤーを3つ分けてるっていうのが、そういうところが、ね、見られるので、めちゃくちゃ面白いですこれ。僕もさっき見てたんですけど、ずっと、うん、こんな感じでドットって作ってるんだなと思って、すごいすごいですよ。さっきあの一面で木の葉回ってたじゃないですか、はいはいはい、あれ木の葉1枚で32個アニメーション作ってるって書いてあるんですね。すごい、なるほど。この今ねチャット欄で出てるこの公式サイトからこれね見られるそうなので、ぜひぜひ気になる方はちょっとチェックしてみてください。面白いよこれ、うん、チェックしてみてください。やっぱいいですよね、ドットで育った世代なんで、僕もこういうの見てるといいなって思うので、ね、ついつい見ちゃいますね。そういいですよね、はい、面白いですよこれ、ぜひぜひ。でまたその他の秘密として、まあ、実はこれストーリーやってると、さっきのあの、ホタル御前とイカズチちゃんってルート分岐なんですよ。どっちかがストーリーやるとどっちかが出るようになってたんですけど、それの条件が今見られるみたいですね。へ、僕もだから2周しましたねストーリー。すごい、なるほど、最初イカズチだったんで、ホタル御前っていつ出てくるんだろうと思ったら全クリしちゃったんで、あらー、もう一回やったら出てきました。展開によって分岐するってことですね。そうですね、ちょっと。でその条件がなんか実はスコアの奇数偶数だったとかいうのが、ね、そういうのも見れちゃう、全然気づかなかった、はい、とか。あと謎のコマンド、本当だ、さよさよさよ、まぬけまぬけまぬけ、さよまぬけさよ、なんかあるらしいんですけど、わー、ぜひぜひこの辺とかもねご覧ください。はい、公式サイトの方に新しくハテナハテナハテナっていうのがこうオープンになってるんで、ぜひこちらの方もご覧ください。チェックしてみてください、はい、でまだあるそうです。ほい、はい、次はサントラ発売決定、わー、クロマントの謎オリジナルサウンドトラック、9月23日です。まだもうちょっと先なんですけどね、うんうん、はい、こちら全31トラックあるそうです。お、はい、予約は本日3080円、税抜き2800円ということで、こちらの方もぜひぜひチェックしてみてください、うん、詳しくはゲーム公式サイトでチェックとのことです。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということでこちらのコーナーはこれで終了となります、はい、次のコーナーはソニックオリジンズになりますので、こちらもご視聴ください。ありがとうございました。